にしちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。うる、続けていこということで、弊社上城エンタープライズと上の許可を得ずに下の悪い子ちゃんと甚だ遺憾なことでありと、だから部長に課長に平社員
出入りのお弁当屋さんに至るまで悪事にほんの少しでも関係していた人たちはみんなやめてもらっちゃいました。そしてこれからは私が CEO として直接会社を運営して今までの組織をまるまるっと変えちゃってスピーディーな意思決定で実は今日とっておきの大プロジェクトを発表しちゃおうかと思ってるんです。そう、今や皆様の生活の基盤ともいえる今回のアップデートで詳細はまだ秘密。でも絶対やられた。お前さんが手に入れてくれた調査資料をもとに神城の強制捜査に踏み切り、神城側からこの件に、つまりこちらが追及する前に向こうから、うちの上層部はまんまと乗せられて、推測の域は出ないが内部告発時、そしてこの会見も奴の巧妙な作戦の一部ってわけだ。マスコミに報道されて後手後手で謝罪や釈明に回るより自分たちから発表した方がはるかに印象がいいだろう。しかも新 CEO の就任とエデン大幅アップデートの発表を、世間の目を分散させる